目どうです？痛みは引きましたか？大丈夫だよ。だいぶ収まってきた。するとやはり交流の力が影響していたのですかね。しかしですかね、交流の力が魔眼のドラをするとなると、場合によっては魔眼のコントロールを奪われてしまうこともありえます。まったく、というのはとんでもない力を持っていますね。ああ、交流？おや、ゼストさんじゃないですか。どうしてこんなところに？俺のことはいい。それより交流がどうした？ああ、それがですね、エトとイグドラシルのドラゴンソウルを捜索していたら、交流とドラグナーたちが。それでやられたってのか、その人形が。まあそういうことになります。しかしどうしてあの人たちが現れたのか。もしかすると向こうもユグドラシルのドラゴンソウルを探しているということかもしれませんね。そう、交流がいたのか。大した期待はしてねえけど、ついでだし交流とやらの顔ぐらいは見てやるか。え、何か言いましたか？いや、もねえよ。なあヨアヒム、こういううろついてるんじゃこの先の捜索もきついだろう。俺が付き合ってやってもいいぜ。あなたがですか？それは確かに戦力的には心強いですが、しかしまたどういう風の吹き回しで？なーに、暇つぶしだ。ずっと陣地にこもってる。そっちの方がマシってことさ。そう、退屈してるよずっとな。はあ、まあよろしくお願いします。エトの再調整が終わったら早速出かけましょう。次の捜索場所の目星はついてるのか？ええ、大体ね。そこならかなりの高確率でイグドラシルのドラゴンソウルがあるはずです。あれから随分経ちますが、リンナとアグナムはまだ戻ってこないのでしょうか？二人ともずっと書庫に詰めっぱなしだね。記録見つからないのかな？そうかもね。お城の書庫にある古文書の寮と来たら、それはもうすごいのよ。だとしたらもうしばらくは時間がかかるでしょうね。すみませんが、私は一旦部屋に。戻るの？ええ、こちらはこちらで少し準備をしておこうかと。連絡が来たらすぐに出られるように。そっか、じゃあ私も武器の手入れをしておこうかな。それじゃあ僕がここで待ってるよ。二人が来たらすぐに君たちを呼びに行く。そう、それじゃあお願いね。では失礼いたします。なんだか退屈だな。あれ、ルーマだけ？お姉ちゃんたちは？え、ああ、うん、やっておきたいことがあるらしくて部屋に戻ったよ。なんだ、せっかくお茶を入れてきたのに。まあいいわ、ユーマ飲むでしょ。うん、
ありがとうございます。あれ、どうしたの？そのオルゴール、ユーマの？え、ああ、これ。うん、退屈だったんで、なんだかめてたんだ。どんな曲が入ってるの？ね、ちょっと聞かせてよ。ごめん、それが聞けないんだ。巻きネジがなくて。え、そうなの？なんで聞けないオルゴールなんか大事に持ってるのよ。変なの？詳しいことは思い出せないんだけど、幼い頃僕をつけてくれた女の子がいて、その子がくれたものなんだよ。あ、そうだったんだ。それじゃあユーマの宝物なのね。ごめんなさい、なんかとか言っちゃって。いや、いいんだよ、気にしないで。例えばただの古いオルゴールなんだし。それに僕だってもうあの子の顔も覚えてないんだ。でもできればあの子にもう一度会ってみたい、話がしてみたいとはずっと思ってる。だからなんだかこのオルゴールは。そう、それじゃこれからも大事にしないとね。そうだね。本当？ノデスとも、二人とも外で待っておりますぞ。ユーマたちも出かける準備をしてください。すぐに行くよ。そうだ、ソニアとキリカを呼んでこなきゃ。さあ行きますぞ。目的地はジンガー内跡です。こんにちは。これくらいなら平気ですね。余裕かな。はなさそうです。余裕かな。これくらいなら平気ですね。余裕かな。準備して。気づかれた。どんよりしちゃうな。あれ、見つかっちゃいましたね。これくらいなら楽勝ね。
わよ。準備して。やった。戦うしかないのか。うむ、味方のモンスターですな。よっく早い。相手になるわよ。すごいの行きます。やっくらえ。仕方ないですね。やった。ボーンとしないで。どうだ。しかし一緒に行くわよ。見つかっちゃった。勝たせてください。共に参りましょう。どうだ。無事でよかった。相手になる。どうだ。せい、止め。えい、さあ、取れ。せい、せい、止まりに行くわよ。やったやった。勝利。よし、来るわよ。準備して。気づかれた。こちらに来ます。やった。怪我しないようにしましょう。気を引き締めて。さあ、こちらの勝ちです。気づかれた。やった。来るわよ。準備して。来ますか。共に参りましょう。相手になるわよ。早く応援していくよ。仕方ないですね。調子いいかも。気を引き締めて。気づかれた。ここでいいの？もう先に進めそうもないけど。いえ、実はそうではないのですよ。古文書によりますと、ここの一見何の変哲もない字をこのように。何も起こりませんが。いえいえ、もうしばらくお待ちください。するとですね。はーい、隠し扉がありました。すごい。この奥に隠し祭壇があるはずだ。さあ行くぞ。もうモンスターはいないようですね。ではドラゴンソウルを持ち帰りよ。ちょっと待ってくれ。ここに何か書いてあるな。古代文字みたいだ。
ラグナロクについての碑文だな。大体こんなある。神やその手下であるドラグマキナを相手にドラゴンたちは戦い、そして勝利した。その結果神はある場所に封印された。しかしドラゴンたちは大きな犠牲を払った。戦いの中で傷つき、力を使い果たし、ドラゴンソウルと化して滅びることになった。私たちはユナシルの一体クーリューが化身したドラゴンソウルもここに隠す。なるほどね。でも誰が書いたんだろう。おそらくラグナロクに参加したハイエルフかと。共に戦ったクーリューのドラゴンソウルをここに運び込んだのでしょう。安息を妨げられることのないように。もしそうならこのドラゴンソウルは静かに眠らせておいてやりたいけど、そういうわけにもいかねえよな。ええ、もし帝国側に奪われたら安息どころではありませんので。クーリューには申し訳ない気もするけど、私たちが持って帰りましょう。そうですね。じゃあキリカ様、ドラゴンソウルをこれに収めてください。これはもしや。ええ、魂を収めるための魔法具です。前にベアトリスのやつが持っていた魔法具と同じ役割を果たしてくれるはずですよ。わかりました。では空のごとく広き竜の魂よ、我が導きに従い、仮初めの器へ。ドラゴンソウルをこちらに収めました。へえ、そんな風にやるのね。おい、誰か来るぞ。
おっと、これはいけませんね。僕は。あなたを呼んだんですよ。さあ、返事をしてください。すまない、ヨアヒム。人格の流動化と交流による相互作用がこちらの想定よりも複雑だったようですね。仕方がありません。かえって再調整です。やめろ、ヨアヒム。それ以上エイトを苦しめるな。おやおや、エイトをこっちに渡すんだ。サモナイト、どうするおつもりで。以上ユーマに言わせるな。だいたい察しはつくだろう。おやおや、それは怖いですね。しかし私も手塩にかけた作品をあっさり人には渡せませんのでね。いいだろう、勝負するか。おい、そこに光竜がいるのか。ん、新手かよ。ああ、これはこれはいいタイミングですね、ゼストさん。ゼスト？やつが来てるってのか。ゼストって誰？帝国側の騎士さ。最悪に行かれた強戦士って評判だ。問題は最悪に行かれたこいつこそが帝国最強ってことだな。皆さん、ゼストさんには随分お詳しいようで。まあ、アストリア兵には随分恐れられているようですからね。ゼストさん、あの人ですよ。あの少年が光竜です。クールのドラゴンソウルもその人たちが持ってますので、よろしく。行きますよ、ああ、こいつが光竜？想像してたよりもずっと弱そうじゃねえか。ま、ドラグナーが3人ついてることだし、少しぐらいは楽しめるのか。相手になるわよ。こんなもんじゃねえだろ。気を引き締めて。どうだ、ぼんやりな。おれ、私は癒しの力ありました。ここありがとうございます。気持ちを合わせて、みんなの思い僕に響いた。今こそこの力を。仕方ない。決めちゃいますよ。これは大自然の力よ。癒しなんだ。